名古屋市立六号小学校は、名古屋市北区大曽根三丁目にある公立小学校。1872年2月、春日井郡、大曽根村に所在した円満寺において、大曽学校の名の技校として設立されたのが、学校の始まりである。1876年1月には、第一中学区第47番小学、大曽根学校となった。この名称変更は、 従来の継承に由来する校名から、地名や人名を用いた校名にするという方針転換があったからで、この学校はその名の通り、大曽根村をその通学範囲としていた。1886年4月、小学校令の制定により、西葛外軍人上小学、大曽根学校と改祖された。この当時には、大曽根村をはじめとして、 近隣の海田村や杉村の一部を通学範囲に含んでいた。小学校令が改正されると、1893年9月に、六号村大畑大袖畑の中と呼ばれていた当地に、高地を移し、六号村立六号尋常小学校と改称された。この六号の名称は、当時の村名に由来する。村名は1889年10月1日、西葛外軍。 大曽根村、山田村、八田村、上飯田村、下飯田村、広行村の六家村が合併して成立したことによる。1907年には高等科が併設され、六郷神城高等小学校の名称となった。ただし、1937年には高等科併設が、と彼、名古屋市立六郷神城小学校と解消している。 六号村は1921年8月22日をもって名古屋市東区に編入された。1927年に杉村尋常小学校、1931年に飯田尋常小学校がそれぞれ分離した。さらに、1935年には八田尋常小学校も分離されている。六号地域は、 江戸時代から河海道と瀬戸海道が分岐する交通の要衝であったが、1911年の中央本線、大曽根駅の開業を、1906年の瀬戸自動鉄道の開業があり、相変わらず交通の要衝の地位を守った。また、昭和初期には、郊外バスの発着地点ともなり、工場の設置もあったこともあり、繁華街が生じることとなった。1929年9月には、 六号小学校の元文教場を地域住民が教養する集会所としての工学館として再利用することとなった。この建物は、堀田鉄三郎ら数名により土地建物を寄付したもので、建物は木造2階建てであったという。戦時中の1944年8月、六号国民学校は、岐阜県鴨郡内の有線寺、万尺寺、前原寺、随林寺、 吉光寺に集団疎開を行った。校舎については名古屋大空襲の被害に遭わず、無事に終戦を迎えている。終戦後の1946年に六号学は従来属していた東区から帰宅に所属先が変わった。また、その翌年には名古屋市立六号小学校と解消され、減命となった。1952年から1968年の 間、高知には、名古屋市立六号幼稚園が併設されていた。1971年には、児童数増加に伴い、分校を設置。分校は1981年4月、名古屋市立六号北小学校として、分離独立している。1979年秋頃には、名古屋市教育委員会が、六号省を廃止し、分校に統合する案を地元に、 示すほど児童数が減少した。これを聞いた、地元住民は反対運動を展開したが、後利用に対する利権などから、反対運動に対する圧力がかかったとされる。結局、住民アンケートにより、反対多数で、廃校は免れている。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は、 2018年9月1日、現在、北区のうち、大曽根2丁目、大曽根3丁目、東大曽根町上の全域及び、大曽根1丁目、大曽根4丁目、山田1丁目、山田2丁目の各一部を、通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は、いわゆる越境や、中学受験のない限り名古屋市立大曽根中学校となっている。ありがとうございます。